どちらかというと女性の方が腸が長いんですよ、男性よりも。だから便がいくらでも溜まる傾向はあるんです、腸の中に。プラス腸の蠕動運動がちょっと弱いっていうのも女性が便秘しやすい原因なんですよね。そうですね、腸の中の環境を整えてあげるのが一番早いかなと思いますね。乳酸菌を直接腸に入れるんではなくて、腸管免疫を上げてあげると腸の環境が良くなるんで、腸の運動も良くなる、良くなる便が出やすくなるってことなんで、直接的ではないんですけど間接的な作用の方が大きいんですよ。で、病気にもなりにくいし、腸の動きも良くなるし、便秘も良くなるってことなんで、一石五十鳥ですかね。腸だけに。そうそう。